梅雨が終わると今度は猛暑がやってきます。注意しなければならないのが高温や直射日光によるモバイルバッテリーの発火です。直射日光が当たる車のダッシュボードにモバイルバッテリーが置かれています。しばらくすると徐々に変形し始め、激しい炎が上がりました。製品評価技術基盤機構 NITE による実験映像です。リチウムイオン電池は外からの熱に極めて弱いとされ、 NITE は真夏の車内や直射日光が当たる窓際などに放置しないよう呼びかけています。また NITE によると、暑い夏の味方となる携帯用扇風機も地面に落とすなどして強い衝撃が加わるとバッテリー内部が破損し、破裂や発火の恐れがあります。このような場合には使用を控えるようにしてください。